いと思います。拍手でお迎えください。入江優監督です。どうぞ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昔の伏見ミリオンズ座さんのイメージできたらちょっとびっくりします、ね。はい、こんな立派な、もうちょっとなんかこう座談会みたいな感じでやるつもりできたんですけどそうです、実は移転して5周年経ちまして、はい、今日ご来場の皆様こう満席でございますが、ご挨拶をお願いいたします。ありがとうございます。まあ、舞台挨拶はこうキャスト陣とはやってきたんですけど、こう一人でお客様とこう向き合うみたいなのを東京以外で初めてやるので、ちょっと緊張してますけど、短い時間ですけど、よろしくお願いします。公開して2週目となりますけども、いかがでしょうか。まあ、そうですね、やっぱりこの作品を作る経緯にちょっと関わるんですけど、もともと新聞記事を読ん で、で、自分はコロナ禍のちょっとやっぱいろいろ苦しい経験もあって、この題材で映画をしようと思って、たんですけど、その主人公のこと子が分かんなくてですね、どういう、まあ、その新聞記事だけ、まあ、今ご覧いただいたので、どうしてもね、最後なかなか言えないことがあったんですけど、物理的に会えなかったので、彼女のことをこうどういう子なんで、どういう子で何を思ってたのかみたいなのが分かんなくて、それを分かりたいと思ってこう脚本を書いて、で河合由実さんが主演に決まって撮影をして、でそれで少しずつなんかこう分かることもあるんですけど、それでもやっぱり映画完成しても分かんないことってまだあって、だからずっとなんかこうそれを考える、なんかこう旅を続けてるみたいなことなんですよね。観客の方からなんか教わって、あ、そういう面もあったかもしれないみたいな、そういうことも分かったりして、だからなんかまあ、2020年の記事でしたけど、そのことをずっと考え続けてるっていう自分の中では感じがありますね。となるとこう新聞記事を見つけてからこう作品ができるまで結構なお時間がかかったんじゃないでしょうか。まあ、でも今2024年ですから、そんなに時間は経ってないですし、あとやっぱコロナ禍っていうものをこうちょっとなんかこう自分がどんどん忘れていくのが嫌で、あの時の空気感みたいなのを記録しておきたいっていう意味もあってですね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、マスクをし始めた時期とか、全校休校とか、もしくはそのマスクが白切れになっているとか、そういう事象もまあ、映画としてできればこう描きたいなっていうのがありましたね。最初に新聞記事見られた時どう思われたんですか。どう多分皆さんが今映画を見終わった感覚に近いんじゃないかなと思いますね。もう自分としては何もできないですけど、まあ、実際僕がこうよく行っていた町なんですけど、そこでこういうことがあったっていう、でそれに対して自分はそのコロナ禍で自分のことで精一杯で、まあ、彼女のような存在というか、まあ、多分町ですれ違っててもおかしくないようなこのことを想像する余裕がなかったっていう、そういう感じですよね。